お母さん、お元気ですか？今住んでいるアパートはとても快適です。掃除が行き届いていてとても清潔です。部屋を自分風にちょっとだけアレンジしてみました。ルームメイトはとても親切。でもたまに雑音が気になります。でも大丈夫です。勉強には全く影響ないから。ブルーノートの作り方も勉強しました。ノルウェーではよく食べられているチーズです。ちょっとだけ年上のロジャーはクラシック音楽が大好きです。とてもスピリチュアルでエングルスコーレンというものを勉強しています。ダニエルは深夜に働いていて昼間はほとんど寝ています。アンナはいつも部屋の中で過ごしています。彼女も早く出てきてみんなと楽しめばいいのになと思います。ではまた近況を報告します。匠より。